皆さんこんにちは。女優で歌手としても活躍した夏木マリさん。夏木マリが片足を失い生死の境を彷徨った病と言われる正体、難病告白やゴミ屋敷生活見せた真相について紹介します。女優の夏木マリが20日放送の NHK プロフェッショナル仕事の流儀に出演。昨年デビュー50周年を迎えた夏木は人生初の長期密着取材を受け、昨年12月人生をかけた大手術に臨んだことを明かした。夏木は昨年12月に両足に人工関節を入れる手術を行ったことを告白。実は両足に入れたんですよ、チタンを入れたんですよ、人工関節を入れて生まれ変わったの。そして人生初の長期密着取材を受けた理由について、今まで忙殺されてたからちょっと一個一個丁寧にやりたかったの、その記録としてはいいんじゃないかなとお話をいただいた時に思ったのと語った。半世紀以上ステージに立ち続けてきた夏木、その足は股関節がすり減り、手術前は杖なしでは歩けないほどに悪化していた。術後歩行できるまで8ヶ月と伝えられる中、わずか3ヶ月で復帰を目指した。俳優人生を左右しかねない大手術、術後は過酷なリハビリに耐えた。舞台に必要な動きを取り戻すためにヒールのある靴でトレーニングすることもあった。なんとか歩けるようになり、不安を残したまま舞台千と千尋の神隠しの稽古場へ。夏木は湯婆婆を熱演。股関節に負担がかかってしまう起き上がる場面では、共演者に支えてもらうお願いをするなど、周囲への協力を得て細かく調整していった。2月の制作発表会見では着物に身を包み颯爽と歩く姿を披露。他の70代の方と比べて3倍早いですって言われても、普通の人と比べられないと、私初日が迫ってるのにと複雑そうな表情を見せつつも、今気分は大谷とアスリートになりきって舞台に向かっていたことを明かした。2023年3月8日夏木マリが自身のインスタグラムを更新し、ドラマで演じる老婆姿を公開しました。俳優山師田智久が主演する映画シーヒアラブ、見えなくても聞こえなくても愛してるへの出演が発表された夏木は、プライムビデオにて独占配信予定の山師田智久さん主演映画のキャスト発表がありました。今回はこのような役柄ですと記し、ボサボサの白髪と深いシワが特徴的な老婆に変身した役のビジュアルショットを公開しました。さらに山下くんのおばあちゃん役は頑固かもしれません、ゴミ屋敷に住んでいる設定です。私の頭の中の消しゴムのイジェハン監督作品なので、素晴らしいラブストーリーになることをお楽しみにとコメントしました。この投稿には、3度見しました、変幻自在ですね、さすが大女優、まるで別人ですね、ここまで変貌されるマリさんの役者魂に改めて感服、本当にマリさんプロ意識の高さに脱帽といった翔さんの声が寄せられました。本作は次第に視力を失う病に侵された漫画家と生まれつき聴覚障害を抱える女性が織りなすラブストーリーです。夏木マリは日本の女優歌手、旧芸名および旧姓は中島敦子、夫はパーカッショニストの斉藤信、中島敦氏という名前で19歳の時にデビューした夏木マリさん、アメリカのロック歌手だったジャニス・ジョップリンに憧れて芸能界を目指したそうです。しかし事務所は夏木さんをアイドル路線で売り出したいと考えていました。あまりモノギャップに夏木さんはどんどんストレスが溜まっていったといいます。鬱憤晴らしのために私生活は荒れまくり、健康など顧みませんでした。アイドルでは売れずにセクシー路線にして夏木マリに芸名を変更、絹の靴下を歌ったところ大ブレイクしたのです。歌番組に出まくり、多忙を極めて睡眠時間もほとんど取れませんでした。するとある日突然倒れて病院に運ばれてしまったのです。病名は子宮出血による低色素性貧血で、退院するまでに巫女背もかかりました。軽い貧血だと鉄剤を飲むだけで通院すれば問題ないですよね。長期入院したということは夏木さんの貧血は相当ひどかったのでしょう。なんといっても倒れるほどだったのですから、私生活が荒れた後に多忙を極め、夏木さんの体は限界を迎えていたのですね。それからは
健康に気をつけるようになったそうです。夏希さんが東京で暮らしている自宅はとにかくおしゃれなのだそう。特に色にこだわっているようで、インテリアがカラフルなのだとか。リビングは赤色にして活動的なイメージを持たせているようです。寝室は白で落ち着かせ、勉強部屋は緑色にしているといいます。海外のホテルなどでは部屋ごとに色や模様がガラリと変わることに気づいた夏希さん、素敵だなと憧れて自宅も同じようにしようと決めたそうですよ。家の中は物がたくさんあって収納に困るようです。特に服や靴、カバンが多いのだとか。夏希さんはおしゃれなのでどうしても衣類が溜まってしまうのでしょう。もともと芸能人は一般人より服が増えてしまいそうですよね。簡単に手放せないような高額なものも多いでしょうから、断捨離れなどしない限り増え続けるでしょう。夏希さんには東京だけでなく京都にも家があるそうです。その家には夫斉藤信さんの母が一人暮らしをしているのだとか。夏希さんはもちろん夫も好きでしたが、義母のことが大好きで結婚を決めたという経緯があるといいます。嫁姑関係はこじれてややこしいケースが多いですよね。そのような中、夏希さんは良い関係を築けて羨ましい限りです。夏希さんは京都で暮らしたいという気持ちがありましたが、芸能界の仕事があるためできませんでした。それで東京と京都を行ったり来たりしているそうです。夏希まりさんは2018年にスイスの高級レザーブランドバリーのキュレーターに就任しました。日頃から文化的な活動を一生懸命こなしていることでお声がかかったようです。しかもファッションセンスも抜群ですから適役だと言えるでしょう。実は夏希さんの芸能生活とバリーの創業は同じ45周年を迎えた時でした。運命的なものを感じさせますよね。夏希さんが手掛ける拠点はバリー銀座の2階。1年の間さまざまな分野で活躍する人と企画を考えて成功させたそうです。2018年8月にはカフェをプロデュースさせました。緑色のカフェに合わせてドリンクも同色を基調にする凝った作り、約1ヶ月だけの限定カフェでしたが評判はとても良かったようですよ。昨年12月、夏希まりは両足に人工関節を入れる手術を受けたことを告白しました。実は両足にチタン製の人工関節を入れたんです。生まれ変わった気分ですと語っています。また人生初の長期密着取材を受けた理由について、今までは多忙に追われていたのでこれからは一つ一つを丁寧にこなしたいと思ったんです。取材のお話をいただいた時、良い記録になると思いましたと話しました。半世紀以上にわたりステージに立ち続けてきた夏希の足は股関節がすり減り、手術前は杖なしでは歩けないほど悪化していました。手術後歩行が可能になるまで8ヶ月かかるとされていましたが、夏希はわずか3ヶ月で舞台復帰を目指しました。俳優人生を左右する大手術の後、夏希は過酷なリハビリに耐え、舞台に必要な動きを取り戻すためヒールのある靴でトレーニングも行いました。なんとか歩けるようになり、不安を抱えつつも舞台千と千尋の神隠しの稽古に参加。湯婆婆役を熱演する中、股関節に負担がかかるシーンでは共演者の助けを借りながら細かい調整を重ねました。2月の制作発表会見では着物姿で堂々と歩く姿を披露しました。他の70代の方よりも3倍早いと言われますが、普通の人と比べられないです。初日が迫っているのにと複雑な表情を見せながらも、今は気分が大谷選手のようですとアスリートのような心持ちで舞台に挑んでいることを明かしました。夏希は昨年12月に両足に人工関節を入れる手術を行ったことを告白。実は両足に入れたんですよ、チタンを入れたんですよ、人工関節を入れて生まれ変わったの。そして人生初の長期密着取材を受けた理由について、今まで忙殺されてたからちょっと一個一個丁寧にやりたかったの、その記録としてはいいんじゃないかなとお話をいただいた時に思ったのと語った。半世紀以上ステージに立ち続けてきた夏希、その足は股関節がすり減り、手術前は杖なしでは歩けないほどに悪化していた。術後歩行できるまで8ヶ月と伝えられる中、わずか3ヶ月で復帰を目指した。最後までご視聴いただきありがとうございました。
何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。